アンダーナイトインバースのアニメ化の話が出たらやってみたいことはありますか？声優デビュー、エンドカードを書く、アニメオリキャラを提案し、気に入りの声優を当てるなど、どれもこう地雷みたいなやつしかないのやばくないですか？やばすぎるね。作者声優デビューはね、やばいっすね。作者声優デビュー、棒読みだーってなって、なっちゃう。たまになんか多分上手い人もいるんでしょうけど、無理ですよね、そういうのは。なんかガヤの声とかならできたりするんですかね。ちょっとでもやれたら嬉しいでしょうけどね。で、エンドカードを書く。まあ、エンドカードは、俺は書きたくないけど、なんだろう、社員の、ね、グラフィッカーの人とかが書いてもらえたら楽しそうだなって思う。アニメオリキャラを提案し、キャラを提案したり、声を当てるのってもう散々やってきてるから、やりたかない。やりたかないって言うと失礼なんだけど、それはもうやってきてるからさ、実はね、あんまりなのよ。ちなみに、ゲームの作る人とアニメの作る人たちって、結構近そうに見えるんだけど、マジで水と油っていうか全然違うんですよ。文化も全然違うし、発注というかその仕事のやり方も違うし、考え方も違うんで、なかなかこう、噛み合わないんだな。と思ってるんですよ。なんで、関わりたいっていうよりは、まあ見てみたいかな。例えばその打ち合わせとかで、なんか意見は言うわけではないんだけど、どういう風にやってんのかなとかをちょっと見たりはしてみたいぐらいですかね。そういう風にやってるんですね、みたいな。なんだろう。なんとかなんとか屋に任せろみたいな話あると思うんだけど、アニメが出る、まあ、そんな嬉しい話があったとして、俺がなんか言うはね、絶対ないのよ。確かにアニメは死ぬほど見てるんだけど、それはさ、餅屋だっけ？嫌だっけ？何に任せろ的な感じで、なんか言うべきではないと思うんだよね。それは、そうじゃない？なんか言うんだったらさ、責任を持って最後まで見ろよってなるし、まあな、っていう感じで、実はあんまりね、やりたくないというか、やる責任を持てないというか、っていう感じはあるよね。まあそんな夢のない話ではなくて、まあそもそもアニメ化なんかしないとは思うんですけど、なんかそういうのがあったとき、そうだな。でもあれは見てみたいな。なんだろう。やってみたいことではないんだけど、ゲーム制作って、例えばその収録って一人ずつなんですよね。はい、どうっつったら、木村良平さんみたいな感じで、一人ずつ呼んで収録する感じなんで、声優さん同士、キャラ同士の掛け合いっていうのを生で見ることってないのよ。それが見れるっていうだけでも楽しいから、収録は見に行きたいかな。収録は見に行きたいな。なんかね、今後のゲーム制作にも役立ちそうな気がするような気がするような気がするね。小説家ですが、京極夏彦さんの声優がめちゃうまいです。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。すごい。グローブの人っすよね。あれ？京極さんって、あれだよね。毛量の、あれなんだっけ。あ、そうそう、指抜きグローブの人。それだ、それだ。そういう覚え方は違うだろうって話かもしれないけど、まあ、そういう覚え方になってしまう、ちょっと、学のない、ね、人もいるんですね。あ、毛量の箱。惜しいとこまで行ってた。
四季の父親が格闘大会を開くという設定でとか言い始めたら止めた方がいい。いや、それはそれでいいんじゃない？いいじゃん、それはそれで。ただし、俺の名前は載せないでくれよなっていう、そういう感じじゃん。ね。まあ、もしかしたら、それの方が、アニメをやるんだったら、採算が取れるとかさ、なんかあるかもしんないじゃん、そっちの都合がさ。それわかんないじゃん、こっちからすると。どうしても、当の式の父親がね、格闘大会を開くっていう設定で、ゲームがね、ゲームじゃない、アニメが始まっちゃうかもしれないじゃん。もう、月姫、やってくれよ、頼むよ、みたいな感じになるんだけど、それはね、そうじゃないけど。まあいいや、とりあえずそんな感じです。ご質問いただきありがとうございます。